然ですが、我が家ではおたやくんのモノマネが流行っております。本当ですか、うん、どんななんだろう。おたやですけども嘘やろ。どうもおたやですけども。めっちゃ年取ってるじゃない寺島さんの演技でおたやくんのような高い声を聞いたことがなかった妹は、寺島さんの一時スイッチはどこにあるのといつも言っています。背中のあたりに教えてくれた。あるよ。一時スイッチになるものがもしありましたらどうやって入れているのか教えてください、うん、あるよ。お、あ、今入った。一時スイッチあるよ。あ、入った。あるんですよ本当に。どこに。何教えてあげるよ君だけの一時スイッチ君だけにはな、 俺にしかないのかもしれないけどね。そのなんかやっぱ音屋の役作りの上でそのスイッチみたいなのあるんですか、うん、やっぱあるあるあ る, あるこれやるとあの歌の時とかも、うん、これであの歌取る時とかもさ、じゃあ取っていきましょうか、よろしくお願いします、うん、よろしくお願いしますって音屋で言うと、なんか音屋で歌える、はい、スイッチ入った。そうそう、すぐ入る。最近割と簡単に入るんだった。うん、最初はチューニング必要だった。うん。東京ナナミっていうのが必要だったんだけど、最近そうでもなくなった。すごい。だって俺テラシーの音やを聞いた時やっぱびっくりしたもんね。本当？うん。そんな